絶対おすすめなビジネスですね。絶対おすすめなビジネスはこれからも言い続けますけど、まあ情報発信ですね。やっぱ金かかんないんで <laughs>。本当ね、金かかんないんですよね。 で、あの、金もかかんないし、あとね、時間も、まあ、久保さんもね、あの、多分今、ね、データ見れば出てくるとは思いますけども、まあ、YouTube やってます、僕ね。で、YouTube で直近7日間、1週間ですね、直近の7日間で見ると、あの、再生時間が僕40、404時間ぐらいあるんですよ。で、7日間の、 えー、時間24時間24時間寝ずに1週間働くっていうことは多分不可能人間だったら不可能だと思うんですけども仮にその不可能なことができたとして 24×7 じゃないですか 24×7 だと、えー、168時間なんですね1週間寝ずに働,く働きました身を粉にしてね168時間がマックスですでもこのマックス168時間働けるっていう人は絶対いないはずなんですよ ぶっ倒れますよね寝ずに一、まあ、日だったら多分一日とか徹夜ですとかね二日です三日はあるけど一週間マンパワーで寝ずに働くって多分不可能だと思うんですよでもね僕の YouTube のアナリティクス見てみると一週間の再生時間が404時間ですねだ何倍ですかっていう話ですよね うん、だからこれがね、時間を増やせる要因ですね。僕が寝てても遊んでても、404時間分僕のなんかが喋ってくれてるわけじゃないですか。しかもずっとモチベーション変わらずずっと喋ってくれてるわけですよね。こうデジタルだから。うん。関係ないですよね。これめちゃくちゃありがたいですよね。うん。だからその、時間も増やせるんですよね。だこれがね、魔法ですよ。本当にありがたいなっていう。でもここに行くまで大変ですけどね。 ここに行くまでは大変なんだけども、行ってしまうとどんどん楽になっていく。だからどんどん、どんどん本当に楽になっていくって形ですね。でも普通のリアルの仕事って、どんどん辛くなってくるじゃないですか、年取ってね。特に肉体労働とかしてたら、どんどん多分、まあ肉体的にしんどくなってくるだろうし、腰が痛くなるとかね。いろいろ出てくるじゃないですか、ガがね。リアルの仕事っていうのはどん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 しんどくなる。でもネットのお仕事はどんどん楽になるっていうね、やればやり込むほど。 うん、まあこれも分かりやすく言うのは、まあ僕がチャンネル登録100万人行くことはないと思うんですけど、100万人いて常時ね、1本の動画が10万回とか100万回回るようになったら、たった1本ね、ぼやいてた、なんか喋って終わりで終わりじゃないですかも、もで、今はちょっと本数かまさないといけない部分はありますけども、これもやり込んでね、どんどん増えていって、ファンが増えていったら、もう少、もう最小の労力でもかなり回りますよね。うん。まあだからそこを一応目指してますけど。 1>, だから1万回ぐらいは常時回したいですね。常時1万回ぐらい回せばもう余裕ですね。もう余裕スす、多分。<laughs> まあ3000回でもいいですよね。久保さんがあの3000回回して1億回あの稼ぎましたんで。だから常時3000回ぐらいでも十分じゃないですか。相当十分売れると思いますね。コンテンツビジネスでやってれば。もう全然余裕ですね、多分。常時毎回3000回回すっていう。で、コンテンツビジネスしっかりやったらファン構築してれば超余裕ですね、多分。めちゃくちゃ余裕ですね。い <laughs> ってらっしゃい。